これか。突然現れた生命体反応というのは。ええ、半端ねえエネルギー量だ。こりゃただごとじゃないぜ。場所は？遠いな。南太平洋、イースター島付近だ。軍曹、一歩きそうだよ。一旦、雲の上に退避するでありますか。おっ。いろ？え、どうしたの？何あれ？それはこっちが聞きたいゲリだ。ゲロ、まさか渡った。そしてここはイースター島唯一の村ハンガローは、建物をモアイより高くしないという取り決めがあるので、ほとんどが平屋建てなんです。とにかく軍曹を探さなきゃ。そうだ、きっとどこかに警察があるはず。でも、なんて言えば。宇宙人の友達が行方不明だなんて、第一言葉だって通じないし。こんにちは。リオラナ。お、友達。リオラナ、ありがとう。お土産あっち。いや、変な生き物見なかったかな。生き物？変な？通じるわけないか。何これ、見えてないのかな。リオラナ。リオラナ。
かった。悪い子たちじゃなさそうだ。そっくりだけど双子かな、うん、あれなんだかフラフラする、うん、冬木殿、我が輩は待っていてあります。いつまでも紛争は君たち、ここは、ガーン、クルソ、ゲロ、冬木殿、クルソ、冬木殿、クルソ、冬木殿、うわぁ、待って、それは食べ物じゃないぞ。ギロ、結局彼らは何者なの？我が輩にもさっぱりであります。着てるのはこの島の古い衣装みたいだけど本人に聞くのが手っ取り早いであります。え、でも言葉は。こんな時にはこれであります。翻訳コス元いヘロング万能バッジ。我が輩のこれとお揃いでありますよ。スイッチを入れればどんな言葉でも即座に翻訳。よし。あ、君たち、僕の言ってることがわかりますか？すごい。わかるわかる。よかった。僕は冬木って言うんだ。それで君たちの名前は？イオ。ラナ。ヨナ。イオくんとラナちゃんだね。まずは助けてくれてありがとう。あ、それで、こっちはケロロ軍曹、僕の頼れる友達なんだ。ケロロ友達？あれ、わからない？友達、それ多分違う。ケロロをこの島の言葉で言うと飼いねね。そう、飼いねね。飼いねね、もしかしたら恐るべき侵略者ってな意味じゃね。違う、美味しい食べ物って意味。飼いねね。飼いねね、誰が食べ物だ。それはそうと、ここにもいるよね。前から気になってたんだけど、あれって何？いやこれは、もしかして島の精霊？マナはマナ、みんなマナ。マナって、確かモアイに宿る不思議な力のことじゃ。それがこんな。ユキたち、ルナが見える。それとってもすごい。そう普通は見えない。だからマナたち嬉しくてユキを追いかけた。マナはこの島が大好き。だからずっと見守ってきた。たくさんたくさん前から。そう、100の年、200の年、300の年、もっともっと昔からイオとラナもみんなと一緒に。君たちは？イオもマナ、ラナもマナ、人の形のマナ。人間じゃないってこと？驚くことない。今ここにいるものの中で人間冬木だけ。あ、そうだ、君たちだったらきっとわかるんじゃないかな。これなんだけど。あ、でも間違いない。見たことないけど、ここで生まれたモアイ。やっぱり。でもそれがなんで軍曹そっくりの顔を。